まだまだ新しい文化だと思っていて、バーテンダーの文化っていうのは例えばフレンチ和食とかの文化とかと比べるとまだまだなんだ、だからもっともっと生み出していこう、でも新しいものを今までのやっぱり良さを踏まえて作っていくっていうのが大事なことなのかなと。シャーロックの吉本武史です。2016年に銀座の6丁目に、お店をオープンしました。銀座はとにかく、お店が多いですよね。夜の飲食店、レストラン、バー、クラブ、お昼もデパートがあって、ブランドショップもすごく増えたのできらびやかな雰囲気のある街かなと。飲みにいらっしゃる方、お客様側がやっぱりこの銀座に行くんだっていう思いがある街ですよね。でそれに対して期待に応えれるようなものを提供していければいいなとは思いますね。私地元が福岡の久留米というところで、バーテンダーの道をしっかり学ぼうと思って銀座に出てきたんですけど、大会とかも挑んで、で、やっぱり最初はなかなかうまくいかず評価が出ない。でそこでちょっと壁にすごくぶち当たったんですけど、銀座にある1丁目の超老舗のバーでスタンダードカクテルをいただいた時にすごい衝撃を受けたんですよ。うまいと、本当になんか素直にもううまいっていう、その後銀座の4丁目にあるこちらも有名店なんですけど、そちらで10年ほど修業させていただいて、一番私が大事にしているのはボリューム感っていう、特にこう銀座で思いを持って飲みに来ていただいているお客様に何をこう出したらいいかというと、こう贅沢を感じていただきたい。シャバシャバした水っぽいカクテルだとなんかやっぱりその贅沢な感じはしないのかな。食事にしても何にしてもやっぱりうまいって思うものってやっぱりちょっとこう濃厚なもの、贅沢だなって思うものがやっぱり私は美味しいと思うことが多いので、銀座の面白いところは他のお店の先輩叱ってくれるというか、普通だったらもう自分のお店のオーナーとか先輩上司が指導してくれるだけだと思うんですけど、銀座なんか街でこうご指導いただいて大先輩方にいろいろやっぱりこう教わって、なんかその辺を見つけることができたのかなという気はしますね。世界が終わる日の最後の一杯ということで、シャトー・ディケルっていうフランス・ボルドーの、ソーテルヌで作られているキフワインですね。カクテルの味にすごい悩んでた頃にこのキフワインと出会って、こんなカクテルを作りたいなと思えたんですよね。当時お客様が召し上がってたものを、お前も少し味見しなさいということで味見させていただいたんですけど、初めて飲んだ時は本当に感動ですよね。こんな味のものが、贅沢を感じる味のものがあるんだ。色合いもすごい黄金色で美しいですし、とろみとボリューム感と蜂蜜、トロピカル、フルーツ、いろんな香りがしながらも甘くて酸味も少しあるんですよ。なんとも言えない繊細だと。私フォアグラも大好きで、世界が終わる日に最後に食べたい食事だったらフォアグラなんですよ。フォアグラとこのディケもたらふく飲んで、胸焼けして最後を迎えられたらありがたいなと思います。コロナの影響もあって銀座なくなっちゃうんじゃないかなぐらい、ちょっとそういう不安もありましたけど、やっぱり20代の男女問わずもう一人で来ていただくお客様なんかが最近ちらほら若い方たちが逆に増えてる気もしますね。若者はあんまり今お酒を飲まないみたいな感じで言われますけど、大人数での飲み会みたいなのが今はなくなって、もちろん若者だけじゃなくていろんな世代の方が今その飲む文化というのをちょっと違う形で捉えてるんじゃないかな。向き合い方が丁寧な気がしますね。日本のバー自体がお寿司の文化とかカウンターの文化落ち着いてしっかりこうお酒と向き合う
銀座の日本のバー文化っていうのは本当世界に誇れるバー文化だと思うので、美は細部に宿るじゃないですけど、細部までしっかりこだわるんだっていう、本当に手間暇をかけて美しい美味しいものを作るんだっていう精神を、まあ、学ばせていただいた。今後どういうふうな時代になっていくのかなっていうのは、なんか僕らがやるべきところはそんなに実は終わってないんじゃないかなと。今銀座にその来ていただいているお客様をどう喜んで帰っていただくか、裏では努力があって時代に合わせていろんなことを変えてるんですけど、それを感じさせないで伝統を重んじ革新をしていくっていう、どういうお客様が増えてきて、そこに対してどういうふうなサービスのリンクを提供していけるのかっていう可能性を模索していって、まあ、社会情勢がどんなに悪くなっていっても、僕たちは何かそのポジティブに物事を捉えてお客様に発信していくっていうスタンスを取っていきたいなと。バーが発信してよりこう日本経済が活気が湧いてくるみたいな、まあそんな大きいこと言っていいのか分かりませんが、そんな願望はありますよね。